スタッドラバロはマイエンヌ・フットボール・クルブは、フランスラバルを本拠地とする、サッカークラブチーム。フランスで最も古いサッカークラブの一つとして、数えられている。1902年7月17日創設。初の公式試合は、スタッドレンヌと行われた。翌1903年、ザブルトンチャンピオンシップに、初めて参加した。1931年、 ディビジョン d オーナーに昇格すると1936年にチーム初となる同リーグのタイトルを獲得している。さらに翌年にはアマチュア最高峰の大会で準優勝という結果を残した。1976年トップリーグへ昇格を果たしプロ化へ1982年に初めて開催されたリーグカップで勝ち上がり流行る。 1> 第1回優勝チームとしてその名を刻んだ。1984年にも同タイトルを獲得し、連覇を果たしている。さらにリーグでも、1982から83シーズンに過去最高位の5位で終えると、1983年には UEFA カップへの出場権を獲得。UEFA カップでは FKA アウストリアウィーンに競り勝つも、 FC ディナムキエフに敗れ大会を後にした。なお、これは、チーム唯一のヨーロッパ大会への挑戦となっている。昇格以来13年間一部に在籍していたが、1989年に、降格。さらに、2005から06シーズンに2部からも降格。2009から10シーズンにより、2部に復帰している。なし中、選手の国籍表記は、フィファの定めた。 代表資格ルールに基づく。Effective Professional 2016-2017stade-lavalois.comhttpww.stat.lavalua.com グループ f e s s i o n ナ l Effective-2016 から20172016年8月1日閲覧ありがとうございます。